のりさん。いやー、運がいいですね。<laughs> あのー、昨日僕誕生日でですね、あのー、最近全然プレゼント配ってなかったんですけど、あのー、誕生日ということで、逆プレゼント企画をですね、昨日思いついて逆プレゼントですね。で、昨日の深夜から流してるんですけど、まあ、今日の18時ぐらいにも流すと思うんで、 まあ、あの、興味があれば、プレゼント、お4日までだったかな。はい。ぜひ。はい。ただですから。<laughs> まあこのプレゼントは、ええー、まあ、僕、ドリームアカデミアってとこを運営してるんですけど、そこで提供してる講義ですね。はい。で、多分、まあ、登録していただいたということ、まあ、動画見ていただいて登録していただいたということは、まあ、何かしら、ああ、なんか、 あるんじゃなないいかなと思いま,す、うん、まあ僕も生でやってます。な生というか、まあ基本的にほとんど編集してないので <laughs>、まあ最近の YouTube って、うーんまあもうテレビ番組っぽくなってるじゃないですか。なんか、まあまあ別にそれはそれでいいと思うんですけど、なんか YouTube ってそもそも個人のメディアでテレビ番組には出せない味があるわけじゃないですか。だけど YouTube にテレビが入ってきたら、 YouTube じゃないんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> まあ、編集した方が見やすかったりとか面白かったりとかもちろんありますよ。かっこいいとか。まあ、その表現の自由なんですけど。ただど、なんか流れ的にはテレビ寄りになってきちゃってるのかなっていうところがあって。まあ別にそれはそれでいいんですけど。まあ僕はこのスタイルでずっと多分やっていきます。たまに編集しますけどね。たまに編集しますけど、100本に1本あるかっていうぐらいですね。 そうこの前ちょっと編集したんですけど、もう全テロップ入れたんですけど、死にましたね。2日ぐらいかかって徹夜したんですけど。<laughs> だから、そういうのはやんないですね、基本。<laughs> はい。ということで、まあ基本的にはこの LINE で何やってるかっていうと、セールスです。はい。ただし今回ラッキーなことで無料プレゼントしてるので <laughs>、あの、まあ、興味があればって感じですね。で、あとは予定としては無料プレゼント終わったら、また生の声ですね。 これね、本当はね、あの、企画、思いつきでやっちゃったんで、本当だったら予定としては、対談取ってるんですよ。これ大学生のとあ、今、今年大学卒業したか。でな、僕の今、マフィア D みたいな企画があって、それに入っていてくれてて、その大学生、去年大学生だったか。で、1000万くらい稼げて、で、もう就職してなくて、自分一人でやってるんですよ。で、その子との対談を、 音声対談をアップしようと思ったんですけど、ちょっと予定ずらします。<laughs> まあそれも公開しますんで、まあそれ LINE でもシェアしますけど。はい。で、それで、えー、まあ今度は、あの、無料企画が終わったら、あの、マフィア D のセールスをがっつりしていきますんで、まああの、セールスされたくないっていう場合は、すぐブロックしといてください。はい。ということで、まああとはですね、今は LINE の方でも、えー なんか聞きたいこととかご質問あれば回答はしていますのでただあの前ですねあの LINE でまあ僕セールスしかしないわけですよでセールスとか案内してたらこの案内送ってくんなって言われましてちょっとプチンってきていや自分が登録したんだろうみたいなでそっから自動応答にしてたんですよで今年からあのまた LINE でやり取りができるようにしたんですけど あのー、今は、今は LINE でやり取りはできますよ。だけど、そのうちもしかしたら変な人が来たら、まあ、僕も変な人なんで、あの <laughs> 変な人が変な人に言うのもなんですけど、えーまあ、そういうね、自分で登録して発、発信すんなみたいに言われたら、また自動応答にしますんで、まあ、そしたら、このやり取りはできなくなりますので、そこはご理解いただければなと思います。では、また。